い、どうもマクルです。マダライモリの繁殖計画ですが、残念ながら失敗に終わりました。ということでメスはもうケージの方に戻しました。そしてオスだけはまだこのプラケースの中にいるんですが、そのオスのクレストが縮み次第ケージの方に戻そうと思います。ちょっとオスを見ていきたいと思います。今はこのように、あ、陸に上がってる。このように水深約2センチほど、いや2、3センチかくらい浅めにして、そして右側には砂で陸地を作ったりというような感じにしてます。陸上にいますね。しっかりと、まあ、クレストが縮みつつ脱皮をして、また多分陸生の肌質というかそんな感じに移行していくのかなと思うので、うまく脱皮してほしいところではありますね。はい、では餌をあげていきます。レプトミンですね。若干クレストがこう、なんていうかな、ちょっと倒れているというかペチャっとなってる感じはありますね。まだただ尻尾の方は若干収まってきたなっていう感じはします。まあ今はただただ問題なく順調に陸生系、おお、やばいやばい、陸生形態に戻ってくれることだけを願います。うん、よく食べますね。餌の食いつきは水中にいる時も良くて、まあ、そこだけは安心だったんですけど、ただやっぱ初めてっていうこともあって結構すごい不安でしたね。溺れて死んじゃうんじゃないかとか、そこら辺の不安はありましたね、やっぱり。はい、OK、よく食べた。はい、こちら現在のマダライモリのケージの状態なんですが、植物がね、あんまり調子良くないですね。お、マダライモリが出てきましたね。隣のクロカタスツエイモリに反応してマダライモリがうごうごしておりますね。餌をあげていきたいと思います。あ、落ちた。はい、そして植物の方なんですが、このように若干色が悪くなってたりはしてます。こことか若干色が悪くなったりはしてますね。そしてここにありますベニススラン、これですね。これが縦伸びという徒長ですね。これです。光量不足によって茎がぐーんと伸びちゃうっていうような状態になってますね。そして鷹の葉裏ごしなんですが、貝殻虫にちょっとやられておりまして、このように枯れてきてますね。こんな感じで調子は良くありません。そして上の方は枯れてるところもあれば、しっかりと青々と成長しているところもありますっていうような状況で、まあ、全体的に見るとあまり良くはないのかなっていう気がします。植物はこのメスに関しては絶好調ですね。オスも一応は餌は食べるんで調子はいいと思うんですが、あとはちゃんと陸生に戻ってくれるかどうかっていうところですね。はい、といった感じです。はい、という感じで今回はマダライモリの繁殖計画失敗に終わりました。ということでメスはこちらのケージに戻して、オスの方はクレストが、まあ、縮み次第こちらの方に戻すというような感じです。そして餌をあげました。生態はどちらともオスメスどちらとも調子はいいと思ってます。ただまあケージの中の植物の状態はあまり良くないというような状況です。はい、という感じで今後も成長を見ていきたいと思います。はい、では終わります。ありがとうございました。またのご視聴をよろしくお願いします。